1ホール、ご飯まで。ご飯まで。頑張る。頑張る。ちょ、チャージしないとね。スイカ食べなくていいよ。スイカ、さっき食べたよ。こそこそ。早さ。うん、ロングホール。なんなの、ゴルフってお腹空くよね。すくー。やっぱ歩いてる子、ん、なんか満腹調子バカになるんだけど。歩いてるか歩いてなくても。マックチョイスバカになるよね。バカになる。帰ってからもお腹すく。そうだよね、うん。ゴルフの日って何食も食べてるイメージ。うん。わかる。せっかく歩いてもさ。あ、そうそう。結果なんか食べちゃうんだよね。そう。だからなんか痩せるってことはない。うん、ゴルフでは。そうだね。うん。池があるね。奥の方に。あ、ほんとだ。うん。あ、見て。ほら。クラブハウスが見えてきたよ、母ちゃん。ほんとだ。クラブハウス出てきた。嬉しい。こんなご飯だ。1番ホール375、はい、ロングロングです。ナイス、上手、とりあえず OK。 いいですね。ありがとうございます。うん、飛んでます。お手本しようか。ドライバー好きです。ドライバー好きですね、うん、早く変えないと。でも愛着湧きすぎて、うん、ちょっと変えるの怖いよね。そうそうそう、それあるね。そう、スイティは？スイティ、スイティセクシオ？セクシオ。おお。ちょっと前出たね。うん。まあでもでも。ナイスよ。うんうん。はい。あ、ラフ長そう。隠れたね。ボール。隠れた？隠れたボール。ありがとう。キャディさん。キャディさん。はい。キャディさん、キャディです。いいんですか？右に出ちゃう場合は。うん、はい、まあちょっと練習行かないと厳しい。論外説ある。じゃあこのラウンドで直すのちょっと大変かも。まあ確かにラウンド中直すのは結構きついね。ちょっとね、なんかよくこう右に出ちゃうと左に向いちゃおうみたいな感じあるじゃん。それはラウンド中だったらあり。ラウンド中だったらありだと思う。とりあえず即席の直すみたいな感じだったら。でもなんかスライスとかじゃなくてさ、うん、ちょっとシャンクっぽいんじゃない？確かに確かに。母ちゃん、あ、母ちゃんやっぱフェイスが向いちゃってるんだよね、うん、気をつける。ルあ、いいよいいよ、ナイス、よかったです。うん、うまいうまい。だってさ、つま先上がりだとまっすぐ行くじゃん。あ、そう、なるほどね。なんかそれぐらいの多分今みたいなってことだよ、ね、そう、だから普段の構えが多分もっと立ってるんだよね。うん、なるほどなるほど。うまいね、セカンドは。ちょっと不安だけど。本当だ。長バウンドできます。はい、めちゃくちゃ不安。確かにこれはやっちまいそうな気がする。そんなことない。ありがとう。やっほしい。いや、詰まってる。詰まったな、これは。詰まっちゃう。泥だらけだったね。まあ、でもいいでしょう。池ではない、まだ。うん、池ではない。池じゃないね。いけるかな。いける。奥バンカー狙って。うん。ジュンちゃんならウッドで行く？これ。私ならウッドで出てっちゃうよ。かっこいい。うん、かっこいい。行きましょう。はい。一回。まあまあだね。まあまあ。オッケーオッケー。まあいいでしょう。うん、ナイス。褒めてあげる。褒めてあげよう。よし。ナイスナイス。池じゃないし。オッケー。じゃあ気をつけて左。見えない。見えない。あのちっちゃい木。ちっちゃい木ってどれ？あれね。うん。あ、ねえ、めっちゃ泥飛んだ。やば、おでこについてるよ。取って。あ、伸びた伸びた。かわいい。OK。ドロフィル今田んぼ耕してた。耕した。耕、うん、した。かわいい。恐れていた事態。それだけはやっちゃいけないって話だった。もう殴りたくない。おー、いいじゃん。おー、あ、あ、
ゃん。なんか変に気がしたね。本当？ちょっと右にね。うまい。うまい。あ、難しいかな。いや、どうしたの？逆がいいです。うん。マイさん、ありがとうございます。よかった。いい入りがいいですね。ありがとうございます。クラブのね。入りってどういうこと？クラブ、なんだろう、ボール、うん、クラブの入り、なんていうかな。なんて言えばいいんだろうな。バシッと入ってる。ああ、うん。よかった。鋭い。弱い。いいよ。はい、入った。あ、惜しい。惜しい。オッケー。ボギー。あ、ボギー。ドンマイボギー。いいでしょ。その距離うまい。いいよね。うまい。距離ですごい。ナイスボギー。距離。ボギーなわけないじゃん。終わりだよ。ボギーにしよう。前半終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どんな感じだろうね。あ、どんな感じだろう。全然見てない。結構良さそうじゃない？かな。お、あ、二人ともゾロ目。本当だ。私が44で、さわちゃんが55。全然55だ。全然、よきあれベストだってだっけ115でしょ、うん、え、全然今同じぐらいやったら全然ベストで。そうだね、同じぐらいやったらいい、うん、全然、ま、私もあたさんもだって44だったら80代じゃない、うん、へえ。でもこれね、高望みすると本当後半叩くから、これ分かんない、いつものルーティンこれ。じゃあ今日は変わるかもしれない。最近はそう、45ぐらいとか出るんですけど、巨大先生いるからさ、そう、教えてほしい今日は、まあね、落ち着いてね。そう、落ち着かないと常に、ね、やっぱテンション上がってよっしゃーとかなってるとダメなんですね。確かに、うん、上がっちゃうよね。そう、確かにね。じゃあ、はい、行きましょう。ご飯食べ終わったんでね、はい、ご飯頑張っていきましょう。頑張ります。お腹いっぱいです。お腹いっぱい。ロースカツ膳。ロースカツ膳、はい、私もロースカツ膳食べました。結構ガッツリいつも、うん。後半もお願いします。はい、お願いします。あ、見つかった。おやー。耐えて。あ、やばい。大丈夫そう。うん。オッケー。大丈夫。前半が一応ベストっていうか、44だったから実行ベスト。そうだね。すごいね。後半は叩く、ね、後半叩きそうです。頑張りましょう。耐えていきます。おー、ワンタッチ。いいじゃん。うん、飛んでる。あたさんと同じ方向いた。ナイスショー。いいね。はい。はい。ちゃこさん、前半44ベスト？はい。ハーフベスト？はい、一応。じゃあ、このまま4号で上がれば。そうですね。うん、90代。いや、80代。めっちゃ嬉しいです。もうベストから90。91。ハーフのベストは44は前に1回出したから。じゃあ、ハーフベストタイなんですね。タイです。頑張りたいですね。頑張りたいです。でも私こうなると本当になんかいつも後半叩いちゃう。緊張しちゃうのかな。そう。なるほどね、プレッシャーに弱い。はいはいはい。他は多分意外とプレッシャーに強い。かもしれない、うん、自分でプレッシャーかけて言ってたじゃん。あ、そうだ、まあ、確かにね。そう、自分でかけがち。あ、だいぶ。そうか、うん、今日はなんかカメラに喋りつつプレッシャーを忘れて、うん、確かにそうして、うん、かおちゃんがいい感じに崩してもらって、あ、お腹鳴らしてまた崩してもらって、2回目はいけるかな。もう満帆なのね、うん、っていう感じですかね。じゃあ頑張っていきましょう。頑張ります。頑張ります。田んぼ一回踏んでみてほしい、ここ。そう、やばいんだけど。やばそうだね。見て、沈んでいくの。大丈夫。本当だ。あ、やばいわこれは。ね。動かした方がいいと思う。こっちの方にしたら。埋まってない？ここに落としちゃったから。とりあえず行きます。はい。ダフルの禁止。わ！絶対土飛んだっすよ今。で、顔攻撃。
あ、顔は。顔はね、あ、こんがいてる。顔こんがいてる。さっきドロンコになった。やばいやばい、見て。やっぱもうこの時期ね、しょうがないね。だからまあ、いや、こっちもまあまあぐらい。でも、サムちゃんのとこよりは大丈夫そう。結構埋まってるから、ウッドでやつも微妙かな。まあ、顔出てるからギリ。いける、うん、短く持てばいけるかな。そうだね。わあ、まあ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 、うん、まあまあいいでしょう、うん、大丈夫、まだ全然だ、ね、オッケー。じゃあ今日人の調子があんまり良くない。なるほどね、うん、いつも得意、うん、まあまあ好き、うん、まあまあ好きだけど、それはあの次ぐらい。いや、それはちょっと言い過ぎた。ドライバーしか好きじゃないかも。一途だね。そうだね。まあでもラフ入っちゃうとね、うん、なんか打てそうで、やっぱ打ってみると、無理しちゃいけないなって思った。なんか欲張っちゃいけないね、うんうん、すぐ欲が出るから、こうミスショットが、ね、うん、でも飛んでるから、言ったらミスじゃないと思うけどね。優しい。私はそういう風にいつも考えちゃうよ。あ、そっか、やっぱプラスに考えないとダメだね。そうそうそう、そうだね、オッケー。アイアンでも多分同じぐらいの距離。あ、でも多分そうだと思う。でしょ、7番で打ったところで。そう、打った感じはね、ちょっと微妙かもしれないけど、うんうん、いい、うん、オッケー、うん、大丈夫大丈夫。あ、バンカーだな。バンカーある？バンカーないです。ないです。大丈夫です。まあ、脅しだった。A、うん、あ、そうね、そんな感じで。いいね、行き過ぎた？止まるよ、大丈夫。いいね、うん、オッケーオッケー、いいじゃん、当たってますね。頑張ります。おお、ナイスナイス、ナイスタッチ。オッケー、オッケー、もらっていい？いいよ。嘘、しゃ、もらっていいの？もらっちゃおナイスボギー、イエイ。はい、オッケー、オッケー。暑いね、ちょっと、ね、これ必要になってくるんじゃない？そろそろ扇風機、うん、そろそろ。でもこれさ、意外と弱い、うん、あ、でもそんなことない。なんかね、5段階ぐらい調整できる。いい、私最近なんかニトリでここにカチャって取り付けられるやつ。あ、それめっちゃいいね。で、3段階で、うん、1800円なんです。めっちゃ安い。え、いいね。だからなんかちょっとしたなんかプレゼントっていうか、なんかこれ言ってお礼とかにいいか。ラフしてる人には。そうそうそう、すごい。3台ぐらい持ってってつけたい。あ、そう、ここら辺になんか絶対見て、こことかに四つ角につけてて、めっちゃ涼しそうで。確かに夏対策ってみんなどうしてるの？え、気になる。気になるよね。教えてほしい。なんか氷のしかあんまりやったことないけど。うん。私はもう完全氷のかも。氷の、うん？うん。やっぱそうだよね。でも結構あれ氷のって周りがビシャビシャしちゃうから、なんか気になる。そうなの。まああれ濡れてないと冷たくないんだって。あ、そうなの？へえー。じゃああれはあれでいいんだ。正解なんだね。そう。いや、結構洋服とか濡れちゃうよなとか思ってたけど。うんうんうん。あとさ、うん。朝音入ってなかったから。お二人のゴルフ歴、ベストスコア、はい、あと平均スコア、はい、教えてください。かおちゃん2年ちょっとぐらいかな。で、115、一生うまくならないんです。平均、平均120ぐらいで、うん、うろちょろしてます。はい、うん、はい、かおちゃんは2年弱で、今ベストが91、この間出て、かっこいい。で、平均はどれぐらいだろう、ほんと100前後ですね、うんうんうん。まあ、100叩きたくないなって感じですね。叩きたくないっていう気持ちです。なるほど、うん、目標80代、はい、今年中に80代行きたいです。もう出ちゃいそうだけどね、本当だよね。いや、出そう出そう。結構一緒に行く方たちが難しいコースばっかりセレクトしてるんで。なるほど、あの、鍛えられてる、鍛えられてるんだ。鍛えられてる、かなり。じゃあ後半、後半頑張ります。2ホール目行きましょう。はい、よし、皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。